竹原市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。イギリスロンドンにいて、イギリス人の父と日本人の母との間に生まれた、ハーフである。3歳の時、家庭の事情で、母の故郷である広島県竹原市に移住。多田の海西小学校2年の時、多田の海国流スポーツ少年団で保守として、野球を始める。6年で当主に転校。 ただの海中学校では、軟式で、遊撃主兼投手。尾道商校では2年春からエースとして活躍。甲子園出場こそなかったものの、最高1 4 8キロメートルの速球とキレのある、変化球を武器にするなど高素材として、プロ球団から注目された。2007年の高校生ドラフト会議で中日から3巡目、指名を受け、入団。 ルーキーイヤーの2008年は8月24日に一軍登録されたが登板機会がなく8月27日に登録抹消された2009年は一軍は愚か二軍の試合でも一試合も登板しなかった11月2日に戦力外通告を受け球団から引退を発表された2010年1月社会人野球の JFE 西日本に入部 一年後に退部し、2011年の12球団合同トライアウトを受験した。引退後は、広島にリトルシニアのコーチを務めている。ありがとうございます。